ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が現地9月8日、本拠地でのクリーブランドガーディアンズ戦に1番、指名打者で先発出場。5回の第3打席で46号ソロアーチを放った。打った瞬間にそれと分かる特大ホームランに相手投手も苦笑い。ファンからも、笑うしかない、などと反響が集まっている。1点リードで迎えた5回1失走者なしの場面で、 大谷はクリーブランド先発のタナーバイビーが投じたチェンジアップを振り抜くと、打球はあっという間にライトポールさえギリギリ内側に飛び込んだ。打球速度116.7マイル、約187年8月キロ、飛距離450フィート、約137年1月メートルを計測する特大アーチだ。MLB 公式 X、旧ツイッター、スペイン版は、 打席の大谷とマウンド上のバイビーの表情を捉えた動画を公開。ライトポール際へ打球が舞い上がった瞬間に大谷は打席に似王立ちで、ホームランかファウルかを確認する一方、投手のバイビーはマウンド上でがっくりとうなだれる。そして、ホームランであることを確認したバイビーは悔しさ全面に出すというよりも、苦笑いを叩えた表情でボールの行方を見つめている。この動画をチェックしたファンからは、 化け物ですね、まるでホームランダービーの打ち方、などと大飛球に驚愕の声が上がる一方で、笑うしかないやつですね、やられたって感じのジェスチャーが面白いですね、すごい打球。ピッチャー思いのほか間時間よって顔してた、あんなの見せられたら苦笑いするわーとバイビーのリアクションに反応する声も多かった。